トレビアン、今日の君は昨日の君より美しい。トレビアン、君に会えるのが楽しみで仕方がないよ。そう、こないだアニメイトでラバガチャを引いたんですよ。で、ジャミルさんがいたから、これはもうテレまで引こうと思って、1回回したシルバー、2回目回したルーク、3回回したらジャミルさん、よし、ついてる。そう、今日誕生日か。照れるな。ありがとう。おめでとう。ハートの女王の法律では、誕生日は何でもわがままを言っていいことになってる。うん、お前には何をねだってやろう。めっちゃ悪い顔。おいおい、そんなに緊張するなよ。嘘に決まってるだろ。めっちゃ悪い顔。バースデーログインボーナス。ハッピーハロウィン。この時期になるとついそわそわしてしまうな。トレイさんに変えよう。やっぱこれよな。ヒラヒラしていて、この肩のエッジ、ちょっと心もとない服だ。この服エッチ。昔弟の生でマジフ。いや、ハロウィン弾こうと思ってんけど、まだ弾いてなくて。え、でもまあ今日はお誕生日やし、トレイ先輩弾こっかな。出るかな。えい、じゃあまずはジューレ。でんでん、あ、羽2枚や。これ10連で出るんじゃん。何時の魂の形を見せよ。でん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 、結構。あ、でも出ない気がしてきた。あ、何色？赤。あー、そっちね。実験服ね。まあ出ませんね。もう一回10連。お、羽2枚。近くには来てる。はい、もう一回。羽2枚。来るよ、次来るよ、絶対次来る、大丈夫。30連目ね。ほら来てるよ、大丈夫、来てる来てる。こんなにすり上げてすり抜けるか。あー、おー、こんなにすり上げてすり抜ける。ちょっともう来てよ。5枚来てる。幽霊の気なくなっちゃった。ハーネニーマイ。お、何色？あ、違う。あー。そう、ツイッターチラッと見とったら、ここでハロウィン出てる人おってんな。来てくれてもいいんやで。来てくれてもいいんやで。あー。これ100までいきそうな雰囲気。お兄ちゃん属性好きなんですよね。ああ。もう、天井まで出ないかな。でも、羽2枚や、近くには来てんねん。だって、いつも羽1枚やもん。にゃー。トーバーした時に限って出るからね。あー、ジャミルさん、テンション上がる。
そうないと来てくれへんやん。来てる大丈夫大丈夫来てる。おおおおケイ君、あ、祝ってくれるのは嬉しいが、俺はパーティーの準備をする方が向いてるよ。そんなことないよ。来たいつも思うけどさ、この周りにあるこの手書き感のイラストがめっちゃ好きで、よくポーチとかそういうモチーフのやつあるじゃないですか。あれめちゃくちゃ欲しくてポーチ大量発生してるんですよ。でも可愛いからま使うしいいやと思ってるんですけど、いいね、こんなイラスト描けるようになりてえな。今日は俺の誕生日か。なるべく物静かに過ごしたいが、この学園じゃ無理かな。やれやれ。あーかわいい。なんやっけな、実験服か。どっちやっけ、両服のやつですごい悪い一面あって。あ、誰？あー、ジャミルさん。ジャミルさん。来た。来たよ。スクショ撮んの忘れたよ。60例もういいやん。100枚出えへんかと思ったけどいいやん。でこのまま流れでよし、あちゃうちゃうちゃう、ホームをハピーバーに変えるよ。この格好まるでデコレーションケーキになった気分だ。例え方、デコレーションケーキ。パーティーで甘いものを食べたら夜はしっかり歯磨き。うん、そらね。これは女王の法律じゃなくて俺からの提案だ。あ、私なんか昔電動歯ブラシ使ってたんですけど、なんか急に歯が痛くなって、虫歯じゃないのに、いやこれおかしいと思って歯医者に行ったら、電動歯ブラシと歯磨き粉で歯削ってますよって言われて、え、そんなことあるみたいな。でその歯医者さんによったら、小用ってなんかおじいちゃんが使うような緑色のなんかわけわからん味の歯磨き粉あるんですけど、それ使いなさいって言われて、オーラー2とかなんかああいうやつは研磨剤って言って歯を削るためにやるから、歯がちょっと黄色くなったら使ったらいいけど、あなたは毎日使ったらダメ、歯がなくなるって言われてみたいな。そっからずっと普通の歯ブラシと醤油を使ってます。どうでもいいな。